静岡市議会が今日開会し小中学校の教育環境の充実やインフラ整備の費用などを盛り込んだ補正予算案が上提されました今日始まった市議会2月定例会では補正予算案など30の議案が提出されました一般会計はおよそ70億3200万円で過去10年間で最大になっています このうち、小中学校の児童・生徒に1人1台のタブレットを配備するための通信ネットワークの整備費として、23億7,300万円余りを計上しています。また、小中学校の普通教室などにエアコンを設置する費用として、22億2,300万円ほどを盛り込みました。未就学児童の交通安全の対策として、 ガードレールの設置など道路のインフラ整備には14億4400万円余りを計上します市議会2月定例会は来月19日までで今月21日に市長の施策方針の演説が行われる予定です